今回はカウナシのお土産というグッズを買ってきました。これは2017年に発売されたグッズなんで、もう3年経ってるんで、もう結構経ってるんですけどね。まあこれ最近欲しくなってきて買ってきました。あんまりね、僕はもともとそんなにジブリグッズをたくさん買う方ではないので、発売されてすぐにね、ああ、これ欲しいって言って買いに行くっていうタイプじゃないんですよ。なのでね、どんぐり共和国にたまに行って、そこで見かけて、あ、いいなと思ったらね、欲しくなって買うっていう感じなんですね。で、これね、どこだったかな、空町だったかな、どんぐり共和国で見かけて、これ、カオナシの中に、根付けっていう、金の根付けっていうのが入ってて、それがすごい綺麗だったんですよ。で、これ、あ、で、それ見たときに、これネックレスにしたら綺麗だなと思って、それで欲しくなったので買ってきました。まあ、欲しくなったんですけど、これなかなか今そんなにたくさん扱ってないみたいで、もう3年くらい経ってるグッズなんで、そんなに置いてなくって、いろんな店回ってね、やっと買ったんですよ。で、これ、カオナシが3タイプあって、1つがこの、ちょっと見づらいかな。口がグニーって開いてるタイプのカオナシ。で、もう1つは、手をなんかちょっと体にくっつけてるタイプのカオナシ。顔はね、似たようなもんなんですけど、ちょっと顔ないかな。まあ、みんな似たような顔してるんですけど、まあ、手の形がちょっと違って、で、こっちが手を両方出してるやつですよね。こんな感じで。手を出して、後ろに金を上げるよって言って手を出してる時のような、そんな形ですね。この3タイプがあるんですけど、この、顔なしのこのね、体の中に入ってる金の根付けの種類っていうのが6種類あるんですよ。顔なしは3種類なのに、金の根付けは6種類という。その6種類ある中が、一つが、川の神様で、川の神様でしょ？それともう一つがイモリの黒焼き。それともう一つ石人と、あと木の札、それと青ガエルと、あとおにぎりだったかな？なんですよね。で、その中の、僕は木の札が欲しいんですよね。かまじいにね、お湯を入れてもらうときのあの木の札。バンダイでもらってきたあの木の札ですね。あの木の札をネックレスにしたらすごいいい感じになるかなと思ってそれが欲しいんですけど、まあこれランダムなので何が入ってるかわかんないんですよ、まだ。しかもね、全部6種類だからね、これ出るとも限んないんですよね。顔なし3種類なのにね、根付け6種類ってそんなに買わせる証拠かっていうね。何が出るかわかんないんですけど、まあこの3つ買って、これ木の札が出たらラッキーっていうことで一応開けていこうと思います。じゃあまず一つ目は、どうしよう、これからいこうかな。この口がウニーと開いてるカオナシからいきたいと思います。いきなり木の札が出てくれたらね、ラッキーなんですけど、さあ何が出るかな。シャラーン、チャランチャンチャン、あー、おにぎりだな。これは一つ目はおにぎりでした。おにぎりです。ハクが千尋に握ってくれたおにぎりです。まあ、まずはおにぎり。まあ、いきなりはね、木の札が出てくれなかったですけど。あれ、なんか他にも入ってたかな。あれ、なんかこんな筒が入ってましたね。この中に入ってる筒付けのこの、効能みたいなのがあるんですね。おにぎりは、助けてくれるものが現れる。誰かが助けてくれるかもしれません。はい、じゃあ2個目はどうしよう。じゃあ2個目これに行こう。じゃあこっちの顔なし行きます。何があるかな。シャラーン、チャン、チャン、青ガエルか。一瞬おにぎりで被ったかと思いました。2個目は青ガエルでした。木札は出ないか。はい、じゃあラスト。手を揃えてる顔なし。いきます。木札来てくれー。あー、あー、来たー！来たー！よかったー！木札来ました。入ってました。よかった。本当によかった。あー、木札入ってました。じゃあこれはラッキーだ。これでね、他、買い足さなくてもよくなったので。よかったです。3種類、顔なし3種類揃えて、ちゃんと目当ての木札も揃いました。はい、こんな感じですね。袋から出すと。おにぎり、青ガエル、で、木札、目当ての木札。じゃあ、これを、じゃあ、ネックレスに変えていこうと思います。じゃあ、この紐をまずほどいちゃいましょう。
決にするよりちょっと遊びがあった方がいいかな。はい、これでもう簡単ですけど金の根付けの木札のネックレスが完成しました。じゃあこれをつけてジブリ美術館にでも行きましょうか。